皆さんこんこにちは渡辺一慶ですえー、コロナから映画を守る、えー、映画館救済プロジェクトにご賛同いただきました皆さん本当にありがとうございましたえー、御礼が遅れました申し訳ございませんえー、目標額を大幅に上回ってえー、クラウドファンディングが終了したことを、えー、本当に嬉しく思っております、えー、最終的には 345万円ほど集まったようで、えー、本当に本当にありがとうございました、えーまあ、映画をこれからも楽しんでいきたいという気持ちで、まあ、まあ救おうというかそれはまあ僕らが作った映画を見ていただきたいという気持ちはもちろん大きいんですけれども、まあまあそ,うまあ、それ以前のもうちょっと大きな括りで、えー 映画というこの娯楽をなんとかこの日をともともし続けたいという気持ちで、皆さん賛同いただけたかと思います、えー、本当にありがとうございました。えー、まあ、こっから先がとても大事でして。まあ、あのー、この慈しみ、深きにもあのー、しっかりと上映を続けていきたいと思ってます。し、おかげさまで。 えー、6月の19日金曜日から、えー、労働省も決まりまして、えー、テアトル新宿さんでも1日3回上映していただき、えー、長野県の戦国劇場さんも同じく19日から上映が始まりますありがたいことです、えー、まあとにかく映画を皆さんに楽しんでいただきたいので、えー、映画館の方もあのー、換気の問題とかもう完璧に えー、しっかりケアして、えー、お客様を迎えようとあの迎えている状態なので皆さん安心して映画館の方に行っていただきたいなと心から思います、えー、まだまだ先行き不安定ですけれども、えー、共にエンターテインメントの気持ちをこちら、まあ、皆さんに提供する側ですけど一生懸命、えー、いろんなことを考えながらあ進んでいきたいと思います これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。